はい、皆様お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。5月24日水曜日19時スタートシードリングフォルティッシモまであと6日となりまして、本当に直前となりましたが、今日会見を行わせていただきます。その前にまず、シードリング格闘路線というか、そういった方にも力を入れているんですけれども、6月10日韓国にてロード FC にまたよしこが出場することになりました。そして私も6月16日 PDC ホールで行われるラウェイインジャパンにて、ラウェイに挑戦することが決まりました。そこに向けてのコメントをまずはじめによしこも言ってお願いします。よしこは6月10日韓国にて行われるロード FC の大会にてチュン・ソンユ選手とのリマッチとなりました。前回は2月に、はい、初挑戦し勝利を収めているんですけれども、また同じ相手との戦いになりましたが、その辺はいどうですか。いや、まさかまた同じ相手だとは思わなかったんですけども、もうやるからには次は本当に秒殺でいきたいと思います。秒殺で、はい、この間、2月の試合が2分ちょいぐらいだったんで、今回はもう10秒単位で決めたいと思います。10秒で韓国でうまいもん食って帰ってきます。以上です。まあそこも、まあ、また勝ってね、はい、来てもらいたいなと思うんですけど、韓国でもすごくなんか話題沸騰というか、もうよしこよしこみたいなニュースランキングを上位を占めるみたいな風に話題になっていますので、また再戦というのはすごい感じになるのではないかなと思います。はい、はい、で私の方なんですけども、6月16日 TGC ホールラウェイインジャパン、今回3回目の調整になるんですけれども、ヴェロニカ選手という選手と、やることになりました。自分的にはそうですね、前回が2月のラウェイの時に、12月に初めて挑戦した時に勝った相手に日本で勝てなかったっていう悔しさがあるので、ぶっ倒す姿を日本の皆さんに見せたいと思いますので、その辺もぜひ注目していただけたらと思います。よろしくお願いします。よし、勝とう。はい、よいしょ、いった、大丈夫、その力があれば大丈夫。はい、ということで5月24日の、会見の方に移らせていただきます。じゃあ今回選手にも来ていただいてますので、試合順で発表させていただきたいと思います。第1試合ハイスピードタッグマッチ20分一本勝負、藤本司&長崎まる子 VS つくし&桃野美桜というカードが決定しております。桃野選手は、はい、来られなかったんですけれども、はい、すごいもうハイスピードを自分のものにすると意気込んでいるので、はい、すごい楽しみなんですけれども、今回初夏気分として、はい、はい、もうこの軍団構想をもう開始しようと思いまして、はい、ハイスピード対抗戦になります。夏気分対藤本軍、藤本軍ってことでね、頑張ろうね。はい、頑張ります。もうちょいこっち来た方がいいよ。そうですね。じゃあつくし選手からコメントお願いします。はい、夏気分になってからの初めての試合、みおちゃんと10代タッグということで、若さを力にハイスピードしまくって、夏希さんとみおさんと勝利したいと思ってます。頑張ります。頑張ります。ぶりっこっていうかさ、なんだのその格好は。えそちらこそどうされたんですか。そう、そうですよね。5月ですよ、今ね。何夏仕様なんですか。うん、はい、ハイスピードですよね、これ。うん、ハイスピード、ハイスピード対決ですよね。そうですよね。うちら別に速さだけがハイスピードだと思ってないんで、はいはい、もう冬仕様ですよ。はい、早すぎるだろ。気持ちもクリスマス服装も、
早く、だからクリスマスなんですけど、ダッサはダッサ、何が何が遅れてますよ、冬仕様っていうか遅れてるね、いや半袖じゃん、サンタです、サンタですけど、しかもこれは何、真っ赤なお花のトナカイじゃないから、真っ赤なお花のイノシシ、うちらはイノシシーズなんですよ、イノシシーズなんです、え、よくクリスマス先取りってクリスマスも終わってるんですけど、違います、2017年12月のクリスマスはまだ終わってません、すべ、はい、てがハイスピードなんです、私たちは、はい、最先端のハイスピードを取り込んでます、はいはい、それをあのじゃあ試合でどう表現、気持ちの問題です、気持ちの問題ですか、はい、そうですか、ね、すでにもう気持ちでハイスピードの時点で気持ちで勝っているので、はい、気持ちはクリスマスです、はい、あれコメントお願いしたいんですけど今の、はい、以上でいいですか、はい、コメントは自分今気持ちすごく試合が決まった時点からハイスピードなのでその気持ちの勢いで、あ、もうスピードじゃないか、もうスピードですはい、猛スピードもですけどハイスピードで猛スピードの世界に引き込んで勝とうと思います、はい、あとですね、はい、あの夏木軍っていうふうにつくしは言ってますけど、ね、私は一番つくしのことをよく分かっている、嘘ですからね、こうやって言ってるだけで本当は藤本君ですよ、アイスリボン、いやいや、アイスリボン、いやいや、性格悪い、アイスリボンの団結力、それをお見せしますよ、すぐ裏切りますよ、コロッと、いや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 、大怖い、あのつかさんの言うこと信じない方がいいですよ、いや、自分こんなにさ可愛らしい顔を、そんな腹黒いわけないじゃん、わかるわ、ねえ、はいはい、だって別にツッカだってこの間自分の誕生日パーティーしてくれたじゃん、サプライズで、だから何ですか、ね、それも本当は本当は夏季軍に入りたいでしょ、なわけないでしょ、入りたいでしょ、仕事が入りたいんですか、いや入りたいんでしょ、いえ全く、あ、素直じゃないな、うん、もう、ね、この素直さを見習って、はい、私は何でも見えるの私は本当に何でも見えるんですよ、はい、いやいやいや、この肌黒い心、じゃあ5月24日ハートハート、騙されてへこまないように本当に気をつけてください、夏木軍消滅の日です、消滅しないんで大丈夫ですよ、夏木さん頑張ろうね、はい、頑張ろう、ていうかさ、マルコは何なんじゃ、イノシシだってどっちどっち、こっち入りたいんでしょ、自分はアイスリボンで藤本さんの隣で猛スピードで戦います、かわいそう、言わされてますよこれ、言わされてないんですよ、そんなね、隠されてかわいそうに、イノシシズレで絆は深いです、はい、イノシシ年なんで、はい、言わされてる、一回り違うということですか、それは言わないでくださいそれはなると思うんですよじゃあイノシシ軍対夏木軍、はい、この対抗戦ハイスピード第1試合から盛り上げていくんでよろしくお願いします、お願いします、頑張ろう、頑張ります、じゃあお願いします、第2試合タッグマッチ20分一本勝負、ジェネシスサリー&アイスリボンくるみ選手 VSいろはたくみ&門倉凛ファベラスから参戦していただきます、では今日はサリーのみになりますが、はい、コメントもお願いします、いろは選手とはちょうど1年前にあのシードリングでタッグで対戦していて、うん、その1年間、まあ、一度も対戦もしてないですし、あの試合を見てもないんですけど、まあ、この1年間でお互い成長していると思うので、すごく熱い刺激的な戦いができるのではないかなと思ってます、その上でやっぱ自分が差を見せつけて
勝ちに行きたいと思います、はい、それとやっぱ自分の目標は女子プロレスの頂点に立つことなんですけど、まあ、その前にやっぱ今の女子プロレスの未来のためにももっともっと若い選手が盛り上がっていかなければいけないと思っているので、まあ、その先頭に立っていたいので引っ張っていこうと思います。はい、何かご質問とあればます。久留美選手と門倉選手についての印象などお願いします。門倉選手はこの間ウェーブのトーナメントで試合をして、まあ、15分ドローってことで、まあ、すごい粘り強いなっていう、なので、はい、粘り強いなっていう印象です。久留美選手は、まあ、すごいパワーがある選手だなと思うんですけど、まあ、タッグ組むので自分が引っ張っていこうと思います。他にありますか。久留美選手との連携などは何か考えてますか。考えてません。はい、お願いします。続きまして第3試合タッグマッチ30分一本勝負ファッショントリガー高橋奈美&宮崎ゆき VS アジャコング&秋野というカードが決まっております。秋野選手はシードリング初参戦となります。七井さんコメントもお願いします。はい、まあ、強い選手と戦いたいなというのが自分の中でありましてですね、自分の中でロックオンしている選手はアジャコング選手なんですけれども、まあその中で、まあ、アジャコング選手と、まあ、今回シードリング初参戦してくださる秋野選手がいて、私の隣には宮崎選手がいて、見る人によっては、まあ、強い人って言っても今更アジャコングって思う選手、思う人もいるかもしれないし、あ、やっぱりアジャコングかって思う人もいるかもしれないし、なんかそういう微妙な世代というか、もうみんなピークを過ぎているのかまだ来てないのか、もうとっくに過ぎているのか、そういうふうに思われる、私も含めてそういう世代なんじゃないかなっていうふうに思ってまして、でもそんな中でやっぱり培ってきたもの、積み重ねてきたものっていうのは、もう本気になって目を向いた時にもうどうなるかわからない底力っていうものが必ずあると思っていて、私自身はまだまだピークが来てないと思ってます。もうずっと上り続けてると思ってます。なのでこの試合で、まあ、今みんな心の中に火があると思うんですけど、その火をボッと燃やして、そしてどうなるかっていうのを自分の力でこう挑んで試してみたいなっていうのがあります。で、シードリングの大会としては私が4試合目より前に来るっていうのがなかったので、今回、まあ、自分の中でもこういう大会になることによって全試合が終わった時にどうなるのかな、お客さんの感想がどうなるのかなっていうのも楽しみでもあるし、ワクワクもするし、ちょっと心配みたいな部分もあるんですけれども、私より後に出る選手が、必ずお客様を満足させて、家に帰ってもらえるような大会になるように、してくれると思うので、自分は自分でこの試合で熱く燃えていきたいと思います。よろしくお願いします。何かご質問あれば。アジャコング選手とは久しぶりの対戦になると思うんですけど、はい、
この、まあ、戦ってなかった期間で七井選手がすごく進化したなって自分と思う自信持ってこう向かっていけるところというのはどうなってますか。言ってもやっぱ私の中では今更こんなこと言う必要も本当はないんですけど、前場に入った時にド新人だった時のもうスターがアジャコング選手で、なんか本当にすごい差があったので、正直怖さっていうのがまだまだあるのが正直なところなんですけど、でもそんな私も20年やってきてそんなことも言ってられませんし、リングに上がったらそういう気持ちは全部なくなるので、こうスタミナだったり一発一発の重さだったりとか、そういうことではアジャ選手には負けないと思います。秋野選手についてはいかがですか。秋野選手も正直最近どのような活躍をしているのかもわからないぐらい、自分の中でも あまり正直印象はないんですけど、同世代ということでこう今大会はこういろんな世代が集まって、それぞれのなんか意地とかそういうものが生まれればいいなと思ってこういうカードを組んだので、秋野選手もこうそういった大会の中でどんな意地を見せてくれるのかなっていうのはあります。あと宮崎選手に関しては、以前パッションレッドというユニットを組んでた時に、1回間最後組んでもらったりしたことがあるので、ファッションつながりで一生青春熱いところをお見せしたいと思います。いきます。はい。はい、もう一枚いきます。第4試合シングルマッチ30分一本勝負チャプター D1 中島ありさ VS 松本ひろよ。では松本選手からコメントの方お願いします。はい、今回中島ありさ選手のシングルマッチなんですが、中島選手は、私がもう本当に新人時代デビュー当時から戦うことも多かったですし、遠くに行っても比べられることが多くて、今思えば、プロレス界若手がこう上がってきたのを作り上げてきたのはこの私たちじゃないのかなっていう部分もありまして、そしてまたこのプロレス界が動いてきた新時代、2人のシングルマッチが組まれたこの戦いは本当にどっちが女子プロ界の中心を行くかっていう大事な試合になると思いますので、この勝敗は本当に大きく自分にとってもプロレス界にとっても大きく左右されることだと思いますので、しっかり勝って私が女子プロレス界の中心を突き進みたいと思います。はい、中島選手。はい、松本が言っていたようにやっぱりこう新人時代から常に意識する存在であり、たくさんいる同期の中でも唯一ライバルと呼べる相手が松本ひろえでした。で常に、まあ、今という時にこうシングルが組まれるというか、まあ、松本とシングルをした時が今という時になるというか、それは今回も変わらないと思います。ここが分岐点になってくると思うので、まあ、きっちり勝ちたいというところですね。であとは、まあ、前回の後楽園ホールで、まあ、私は逃げお前は逃げたけど私は逃げずにやってきたっていう風に言われました。 あとはまあ前回のそうですね5月5日高橋の穴井に私の生き方を否定されるようなコメントをされたりとかありましたけど、なんか誰に何と言われようが私は私であり、私が歩んできた道っていうのは間違いなく一本道だったと思います。だから今中島ありさがここにあって、私にしかできないプロレスというのが必ずあると思っているので、中島ありさのプロレスをきっちりして、そこでゴジラ松本を中島ありさの滝で飲み込んでやりたいと思います。ご質問とあれば
田島選手、はい、あの松本選手はベルト2本をお持ちになって、はい、なってるんですけれども、はい、松本選手のベルトっていうのは興味の対象でしょうか。松本博代の魅力はベルトではないので、ベルト以上に私は松本博代が大好きです。松本選手にとっては、はい、この試合って、まあ、ある意味ノンタイトルですけど、はい、リスクの高い試合になるかと思うんですが、はい、この辺はどうですか。ベルトを取ってから本当に私の首を狙いに来る人が増えてきた。で、やっぱり狙いに来る人は本当に欲の塊で、私にとってはリスクあるものだけども、それだけ強い人が近づいてくるってことは、自分にとってそこを乗り越えるとまたさらに上へ行ける、チャンピオンになったからこそ見える世界が見えると思うので、リスクが高い戦いこそ私のしたい戦いなので楽しみです。前回のマイクの真意っていうのはいかがなの、どういうものなんですか。前回その私は逃げなかったけどお前は逃げたっていう、はい、それはあえてあそこに行った意味と、うん、やっぱりずっと戦ってきた中で、私は中島アリサがいなくなったことが正直寂しかったです。やっぱりライバルとしてやってきた中でいなくなってしまった、裏切られたっていうことが私にとってはすごく悲しいことでした。やっぱりそれは、まあ、帰ってきてくれたことは嬉しいっていう気持ちと、あの時の裏切りといろいろ複雑な思いがあるので、その部分も含めてのセリフです。続きまして、第5試合メインイベント、シングルマッチ30分一本勝負、チャプター D2、よしこ vs 山下里奈、じゃシングル初対決となります。それでは山下選手からコメントの方お願いします。はい、大阪女子プロレスの山下里奈です。5月24日によしここのシングルが決まりまして、タッグマッチで初めて対戦した日からもう約1年が経ちまして、そうですね、1年経ったんですけども、私からしたらよしこの試合を初めて見てプロレスラーになりたいと思った日からもう5年近く経ってるわけで、そうですね、もうこの5年近い気持ちをですね、目になったからには全て出し切るしかないと思ってます。そのよしこなら、まあ、受け止めてくれると思ってます。あとなんか格闘技をするしてるな、なんかさっき発表してたみたいですけど、自分はもう混じりっけなしの1対1のプロレスをよしことする気しかないので、まあなんかいろいろ情報は入ってきますけど、関係なく自分のプロレスを貫き通してぶつけるだけです。シードリーの役です。山下とのシングルマッチ、さっき山下も言ってましたけど1年前に当たって、もう1年越しですよ、1年以上越し、自分復帰してからなんで、もうあの時の本当に自分がもう本当この試合やってよかったってすごい思ったし、もちろん今回山下とのシングル、その試合を自分は絶対に超えたいと思ってるし、ね、さっき高橋七重が、自分が3試合目で、後ろ2本が自分が入ってない試合でちょっと心配だみたいなこと言ってましたけど、そんな心配必要ないんで、自分たちが必ずメインしっかり締めたいと思ってるんで、格闘技もありますけど、自分はまずこの目の前にいる山下を倒してから格闘技に向かうので、そこは心配いらないんで、はい、自分が必ず目にしてるんで、そこのところよろしく。ありが
かご質問等あれば。タッグではお二人当たってるんですけれども、実際に肌を合わせてみて、なんか想像と違ったところとかってありますか？私はもっとバイオレンスさが欲しいと思った。そうぐらいです。自分はタッグで当たってシングルでもやりたいなと思ったんで、マジで楽しみです。初シングルに向けて何か秘策みたいなの？そうですね、やっぱり自分はちょっと決め手に欠ける選手だとよく言われておりまして、でもまだ出してない技とかあるし、そうですね、例えばスプラッシュマウンテンとか。あげれんの？俺無理だろ。あげれるよ。無理だ。あげれるよ。お前ちょっと見てて、簡単に上げれるんで、全然24日、そうですね、ここっていうタイミングがあれば。そうです、はい。秘策っていう秘策はまあ全部は言えませんけど、対戦相手いますし、はい。いや、まあ正直言って自分と高橋ならじゃ正直全然体重も違いますし、まあ、試合になったらまた変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあどうでした？7位何がよしこはあげれんの？7位をですか？お前何をするの？そういうふりをやめなよ、もうそういうふりだよ。試合に1回ぐらいだったら誰も持ち上げれるかもしれないけどさ、いや何回でも上げれますけどね、何回でも上げれるから。ちょっと待って、ちょっと待って、もういいよ、もういいから。何回でもスプラッシュで上げれるよ。この試合絶対生で見ないと損させるような試合になると思うんで、見に来てください。お願いします。
山下選手、あのスプラッシュマウンテンは、はい、あの関西選手の許可というのは受けたんでしょうか。許可以前にまだ早いってあの使おうとした時に言われてたところがあったんですけども、はい、現在その子はあのお前が使うに値する選手になったんなら なった時にはもう出していいんじゃないかっていう言葉をいただいてたので、そうですね、まあ、対戦相手も申し分ないですし、そうですね、まあ、ちょっと試合の日まで日にちはないんですけども、ちょっと そこは当日まで自分がどこまで上がれるかと思ってます、はい、もう一回お願いします。お願いします。もう一枚。ありがとうございます。じゃあお願いします。あ、ちょっと待ってください。お願いします。はい、じゃあお願いします。